はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルベージです。では今回は維新ならし幕末志士伝、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、新選組を結成した後ですね、芹沢派を一周、近藤土方体制を確立したというところを前回までプレイしていきました。今回はね、もうその続きになります。もう土方が実質実権を握ったと言っていいこの新選組なんですけども、まあ、新選組はね、人斬り集団とも言われて京の町で恐れられていた、まさに剣客集団なんで、こっからはね、もうバシバシ人を切って切って切りまくる、まあ、そういうプレイをしていければいいかなというふうに思っています。でそのためには何といってもね、剣の腕を徹底的に磨いておきたい、まあ、稽古を中心にしながらですね、各組の隊長には探索をしっかりやってもらって、怪しいものがいたらすぐ職質からの切りつけ、これをね、この新選組鬼の副長土方の鉄の掟としてプレイの方をやっていきたいと思います。では時間を進めていきます。まずは各組にね、待機しているものがいれば巡察に出てもらいましょう。じゃあ、土方もね、町に出てきましたので、誰か怪しい者がいないかどうかと、特にね、尊王攘夷派、誰かいないかどうか、確認をしていきましょうか。桂小五郎がいるな。桂がいれば桂は切っておきたい。が、いないですね。ここはね、副長自ら、しっかり巡察も行って、怪しい者がいれば即座に切りつけると。いうことをやっていきましょう。さて、怪しげな浪人が襲いかかってきましたので、ぶった切っていきましょう。この鬼の副長、剣を広めし、土方に向かってくるとは、切り刻んでやる。まあ、ただね、一緒に連れてきたのが、一人しかいないので、そこだけは注意が必要かな、というふうには思います。さあ、土方の小尾戦かな、天然理心流のこの一撃食らえ、ぶった切っていくっていうね。さあ切っていきましょう。いや、土方 2A はこれだったらどんなやつでも切れる。島田海だけじゃなくてもう一人誰か一緒に連れましょう。3人で行動した方が安心かな。前回ね、重傷負っちゃってますからね、一人。それで今回一人減ってますね。さあ、岡田伊蔵を見つけましたね。いきなり切りかかりましょう。岡田伊蔵とは信頼を得ているため切りかかることができませんでしたか。通り過ぎていた。マジか。切りかかろうとして通り過ぎていくっていうね。まあでも見かけたやつは今みたいな形で全員切りかかっていきます。では大隈重信を見つけたので、大隈重信とね、面会だけしておきましょうか。何にも情報はないと言われた。切りかかる選択しかないな。まあ、ここは大隈重信が入っている塾の中ですからね。ここでさすがに切りかかるわけには、まあ、いかないということかな。お、川上彦斎。これ、剣心のモデルとなった人物ですね。切りかかりましょう。恨みはないが消えてもらう。いや、恨みがないがじゃなくて、不定老子の輩だから切るんですよ。もうね、見つけたやつは片っ端から切っていく。まずは剣心。お前を切る。かなり強そうな。強えぞ。後ろを取る。やるな。さすがよ。強えな。何？切られた。島田海までがやられた。ガチで強え。いや、マジで強えぞ。これは逃げるしかない。
こまでの強者か。本気で強え。うおー、ぶった切られた。強い。まだちょっと剣心には勝てなかったな。戻ってきます。はい、ではね、抜刀斎、剣心と戦って敗れてしまったのでタイムリープして戻ってきています。まだ剣心と戦うにはね、厳しいのかなという部分がありましたので、これをね、まあ、なんとか新しく勝てるようにね、頑張っていきたいというふうに思います。じゃあ誰を連れていくかだよな。まあ源さん連れていく。これでまた巡察しに出ましょう。修行もね して少し剣術の腕は上がりましたけど、もうおそらくこの状態で剣心と戦っても勝ち目はないのかなというふうに思いますからね。まあ、剣心と戦うのであれば、斎藤さんであったり、沖田さんであったりっていうね、そのあたりの人物を連れていきたいかなというふうには思います。いや、ここにいるんだよな。もう一回挑んでみるっていうのも手だけどね。そうだな。ちょっと沖田くんとか、掃除とか斎藤を連れてもう一回挑みましょう。巡察から戻ってくるまで、修行して待ってます。ではイベント発生しています。まあ会合ということなので、まあ見ていく系のイベントかなというふうには思いますね。ではここで説得できるようなので、説得ね、まあ、祇園であり島原であり、いろんなところで金をばらまいて情報を集めてきたので、その力を、その情報力を見せつけましょう。はい、岡本半助をね、完全に屈服させました。知名度が60上がった。だいぶ知名度上がるな。ではまた人切り集団に戻りましょう。では沖田と斎藤さんをですね、同行者に加えたので、これで抜刀斎を切りに行きましょう。ちなみに、沖田の剣の技術が195というところですね。で、この195というのがどれくらい強いかというのを、斎藤さんで見ておくとですね、斎藤さんが192と、まあそういう強さになっています。で、じゃあ、そうだな、誰か手頃な人、前回一緒に来てもらった人とか、島田海とか、源さんとかがいいかな、まあ強さをね、比較するのに、うってつけの人を見てみましょう。源さんだと124って、まあこういう形ですね。じゃあ自分の強さはどうなってるのっていうね、ところをお見せしておくと191とこういうことになってます。なので、まあ、源さんとか島田海とかを連れていくよりも圧倒的に、まあ有利にね、抜刀斎を切れるとこういう状況を作ってあります。これでね、抜刀斎を切りに行きましょう。さあ抜刀斎リベンジだ。切る。
が、見つからなかったか。こういう時にいないか。危険をね、察知したんでしょうね。危ないぞっていうね。では、まあ、せっかくね、沖田総司と斎藤はじめ連れてますので、街に出て、巡察、私たちもしましょう。さ、抜刀斎剣心を見つけました。切りかかります。今回は、斎藤と総司がいる。三人で囲って殺す。前回はね、あえなくやられてしまいましたからね。まあ、沖田は突っ込ませますか。強え。沖田ほんと強いわ。防具をなくしましたけど、それにしたって、前回3人がかりで勝てなかった抜刀斎をあっさり仕留めましたね。これはありがたい。まあ、こんな感じでね、人斬りを行っていきます。ここで、上位派の金沢浪士、大野木中三郎で合ってるかな。大野木中三郎を見つけたので殺しましょう。もう見つけたやつは片っ端から切っていくっていうね、そういうプレイですからね。しかも連れているのは沖田総司であり斎藤はじめ、剣客としてはね最高クラスを誇る二人ですからね。では死んでもらいましょう。よし、切った。こんな感じでね、どんどん切っていきましょう。今回は剣心とこの大野木中三郎を切りましたからね。さらに人を探して切っていきます。はい、ではね、人切り縛りプレイとしてやってますけども、今回はね、2人、川上、流浪剣の日村剣心のモデルともなった人物と、あとは、小野木中三郎なるものを切りました。今後もね、発見した切りかかれるやつは全員切っていくというね、このスタイルでプレイの方は続けていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。